い美人感出てる。え、なんとハーチマンネリッサとねチャットしちゃったのよ。ノーパン姉さん。ノーパン、ノーパン姉さんね。新しいホロライブ、なんだっけ、ホロライブアドバントのみんなもなんかたくさん絡みたいなと思って、なんかいろいろねチャットをねしてるんだけど、その日は寝れない夜だったんだよ、ハーチャンは。それでね、ネリッサに寝かしつけてもらったの。あね、寝かしつけてなんて言うの、ネリッサ do like lullaby。 I can read it. It's like, ah, she said, oh wait. 知らない単語を学んだんだよ、そこで。これこれこれ、Should I tuck you into bed? って言われて、え ?tuck you ってなんだみたいな。なんか、え、アタックするんかみたいな。ベッドにダイブして、なんかアタックされんかと思って。ネリッサなんか積極的だなみたいな思ったけど、なんかちょっと違って、なんか検索したら、なんかディープルで見たら、なんかタクミーみたいな。私めっちゃ驚いて、It's like allowing a child to sleep って聞いて、なんか寝かしつけなんみたいな。そしたら、Yes! I will tuck you into your sheets and then sing you a lullaby って言って、寝かしつけして子守歌まで歌ってくれるみたいな。これ初めてのチャットだよねって。これ初めましてのチャットだよねって。もうママやってなった。もうネリッサはノーパンママ。そういうこと。ってなった。来年に絡みたいね。ちょっと今年はコラボを詰め込みすぎて忙しくなっちゃったから。来年にね、誘えるといいね。そう、ノーパンママ。ノーパンママネリッサ。ノーパンママネリッサ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。